哲学のノーベル賞、唐谷公人さんが受賞した。唐谷さんの憲法の無意識という本を読んだ。明治憲法、日本国憲法、強い関心を持っている。今日、5月3日、NHK で憲法の討論会、やっていた。売国自民党に、忖度する、やらしい政治家がいたが、大阪さん、山添さん、大石晃子さん、3人の討議が優れていた。まず一つ、今回私4年ぶりに憲法審査会に戻ってきたんですけれども、以前と比べてですね、憲法審査会の場がささくれ立ってるっていうんでしょうかね、ちょっと議論が荒れているっていうか、落ち着きがない感じがするんですね。会見を望む勢力の皆さんがいるってことは十分承知はしてるんですけれども、あまりにも急ぎすぎではないかなっていうふうに思います。したがってもっと憲法全体とかですね、社会全体を見渡して、しかも将来も俯瞰しながらですね、見通しのある体系的な議論をすべきではないかというふうに思っています。例えば憲法とは何かとか、立憲主義とは何かに関する議論というのは、私は日本においては少ないような気がするんです。戦後民主主義は何かという議論は随分ありましたけれども、立憲主義の議論というのは私は非常に少ない、そしてそれが国民に浸透していないというふうに思っています。だからそういった議論を丁寧にやっていくということがですね、非常に大事だと思います。自民党の加藤さんに伺います。これに乗っかるようにとにかく急げと煽っていくのは適切ではありませんし、また乱暴だと思います。今国会に求められているのは、やっぱり裏金事件の全容解明だと思うんですね。民主政治の土台を揺るがすような前代未聞の事態です。ですから先の補選でも自民党が全て議席を失う結果となったわけです。法律を守れない方に改憲を語る資格は私はないと思いますし、でましてやこの裏金議員が任期延長で身分保障を求めていくと、これは言語道断だと思います。令和の大石さんに伺います。ではですね、憲法論議どういう形で何を焦点として進めるべきだと考えるんですか。憲法論議何を焦点進めるかは、まあ、今もうとにかく改憲勢力の人たちがとにかく憲法を変えたいと、これ背景には平和主義を壊してね、で参戦できるようにするっていう、でもそれを目の前で言わないように、任期延長なんです、任期延長なんですみたいなことをで憲法を変えたい焦点にしてるんですけど、もう憲法を守れっていう話なんですよ。震災の話もしました。でもこれ憲法守られてない、生活守られてないのは被災者だけではないですよね。30年間も経済が停滞して、国民の所得が下がって、で間違った政策によって雇用が不安定にされてて、憲法25条の生存権だって守られていません。憲法を守らないの誰なんですか。自民党政権じゃないですか。自民党公明党政権じゃないですか。まずそのことを反省して、今十分にあなたたちが憲法を守って人々の生活を支えれるんですよ。消費税廃止して社会保険料下げて一律給付金やるってできるんですよ。なのに増税やって、果てには6月に定額減税の話して、これ自治体大混乱ですよね。歴史的な愚策と言われています。何とかしてください。